伊賀国はかつて日本の地方行政区分だった両性国の一つ。東海道に属する。律良政以前、律良政以前は伊賀国像の領域であったとされる。アスカ時代両性国設置に伴い東国域をも含む伊勢国が成立し、その後680年に伊勢国から分立した。当初は2軍だったが、後に阿ハイ軍、山田軍、伊賀軍、名張軍の4軍になった。 室町時代、安土桃山時代を概ねに騎士が伊賀守を務めたが、支配力は緩く、地侍による自治が進むが、小田氏により制圧された。この頃に600を超える土塁付けの屋敷が作られ、忍者の発生へと繋がった。徳川家康が、新君伊賀越えを実行したことでも知られる。江戸時代、江戸時代には、東道家の両国の一部となり、伊賀国一帯は、遺節藩の領土となった。 詳細は、伊賀国町跡を参伊賀国町跡国府は、阿波江軍に所在した。現在の伊賀市、坂の下阿ザ国町にあたる。1989年から1994年に、かけての発掘調査により、愛宝器に分類される8世紀末から11世紀半ばに、かけての移行とともに、国クリアの牧所を有する土器が検出された。成長域は40メートル強四方で、 主要、建物群として、正殿、前殿、左右脇殿の品事情の配置が認められている。これらの遺構は、2009年7月23日に伊賀国庁跡として、国の史跡に指定された。伊賀国分寺跡演技式内社、演技式新名庁には、大こそ一座一社、勝者24座24社の計25座25社が記載されている。 大こそ一社は以下に示すもので、迷信大社ではない。そうじゃ、一宮以下、中世諸国一宮製の基礎的研究に基づく、一宮以下の一覧。守護書は、府中、甲と呼ばれた、現在の伊賀市の登場、最上あたりと想定されている。伊賀守る、編集、伊賀目、編集、伊賀文雄、編集鎌倉幕府、編集室町幕府。 編集伊賀国には有力な戦国大名は誕生しなかった。当時伊賀は軍友拡挙の状態で守護として入国した二期兵部将友も杉氏に撃たれた。後に騎士が国人たちによって追放された後、赤、山田、阿廃の三軍は六角氏、名張軍は北畠氏によって間接的な支配が行われた。天正九年、直接的な支配を目指した。 北畠新により平定されている。ありがとうございます。